大島でですすジャガモン藤です映画をいっぱい見る私たち芸人2人が睡眠時間を犠牲にして主に名作や旧作映画について今改めて見た感想を自分たちなりに述べる番組でございます、えー、スタンド FM 様のスタジオで収録しております、えー、大島康きの YouTube チャンネルや Spotify などの各社ポッドキャストでもお聞きいただけますということで、はいえー、第3回になりますかね、はいえー、北野武監督作品第1作「その男凶暴に好き」でございますデビュー作ですね久々に見ましたよ いや、僕も、高校以来かな、なんか記憶ごっちゃになってたわ。なんかいろんなね、作品と混ざりますよね。うん。絶対に。やっぱ、そなちねとか、花火だのなんだので。ブラザーも。ブラザーもあるし、ごちゃごちゃしてたんですけど、いや、よかったっすね。うん、大体入ってます。大体その、まあね。その後の作品の好きなものは、そうね。ほぼ入ってるな。入ってないもの逆に、うん。あるかなっていうぐらい。うん。なんか、ピアノとかは入ってないかな。なるほど。みたいな。 そういうご自身の絵とかは入ってないかなそ。そのレベルでね。うん。うん、でも基本的にはね、はい、モチーフとしてはもう全部いるみたいな。やっぱ一作目で表すと言われますけども。そう感じの作品ですけれども。うんえー、この DVD のパッケージに書いてある説明をね、はい読みますと、はいえウォーターフロントの倉庫裏、闇の中に浮かび上がる不老者の影、それをた取り囲む数人の少年たち。少年たちが不老者を痛めつける現場を見つめる一人の男。<laughs> その男、あずまりょ何これちょっと待って。<laughs> これ何これ昔の DVD パッケージはこんな感じだったんですね。<laughs> ちょっと馴染みないね。馴染みないな。<ー>えー、その男、あずまりょう39歳、うん。あ、30? あ、そんな設定あるんだね。職業、刑事。はい、男は主犯格の少年宅に押し入り、殴る蹴るの暴行を働いた後、はい、少年を無理やり自首させる。うん、全てにおいてそんな調子のあずまは、署内でも異端視されている。うんうん、ある日、 隻の釣りで残殺死体が発見された、うん、男は麻薬売人の柄本捜査を進めるうち東は青年実業家2頭と東の親友であり防犯課係長でもある岩きにたどり着く岩、はい、きは押収した役を横流ししていたのだ、うん、そして岩きは口封じのため自殺に見せかけられあっけなく死んでしまうこれ平泉生さんですね結構言うねめちゃくちゃ書いてあるな 後半言うんだ、そね。麻薬組織の参加にある殺人鬼千代の狂気に対して、東は自らの凶暴さで戦う以外なかった。てん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 。へって書いてあるすね、後ろの時代を感じますね。感じるなうん。すごい感じるなしかも、不思議だね。今のプロット聞いて、確かにそういう話だけど、映画を見てこういう話だってあんま思わないじゃん。全然思わない。そこすごいね。しかも、なんか入り口のオープニングの描写みたいなのが、かなり長いですね。私見つめているとかは、 うん、まあ見つめてたんだろうけど見つめてないですよ。ね<え>、はいそこせ、そこをいうとこ省いてたのがこの映画ですからね。なんかノベライズしたみたいな感じがしますね、このすじ、ね、分かりやすくなってますはね。でもまあ簡単に言うと、うん、そのもうヤクザみたいな刑事がヤクザと戦う話。で、そこにこう薬物とかも関わってきたり、たけしさんが演じる東という、まあ、凶暴な刑事の、まあ、妹さんですね。うん 川上舞子さんが演じている妹さんが、はい、まあ巻き込まれて大変なことになっていくっていう話、うん、プラス、えー、白龍さんがヤクザ役として、えー、活躍するようになったのはこれがきっかけというふうに言われていますなれどもうんだ、えー、白龍さんが演じる清宏というですね,怖いね、えー、狂ったヤクザがいまして、えー、そのたけしさん VS 白龍さんの一騎打ちになっていくところが、うん、まあ見どころという、うんうん、僕はねはい、どうでした こんなにアクションの見せ場分かりやすくいっぱいあるかって思いました。ああ、なるほど。すごいアクションじゃないですか。はい。アクション映画。で、それ以外のシーン、ほぼ歩いてるみたいな。そうだね。静かにね。そう。その部分もセリフで詰め込んだりとかして、伏線伏線とか、いいカットいいカットみたいな。まあカットはいいんですけど、なんかすごい詰め込むことは必要ないんだなって。うん。アクションシーンがすごくて、で、その間のシーンも、 いい絵を見せてくれれば、かん、はい、関ゅうで別に、かん,うん,うん、うん、関のところは全然飽きないんだなって改めて思いましたね。なるほど。うん、しかもここでいうアクションっていうのはさ、うん、うんまあ最近で例えばワイスピみたいなね。ああ、全然全然。爆発があってとか。<laughs> <laughs> 縦がすごいとか、そういうことではない,い全然違いますよところが、まあ非常に大事ですよね。ねやっぱりね、うん、トイレで、チンピラがチンピラの、はい、ホッペを、あれは、25回、ビンタするとか、そ <laughs> ういうアクションですすごいよね、あれ。うん それがそう、それを今僕はアクションと言いましたので。うんううね、動くという意味での。MCU とか YSP、はい、的なアクションじないですからね。カメラが、こう、かうん、カット割りがすごくてさ、カメラがグワッと回ってた、そういうことじゃない,い。カメラはまあ動かない。まあ、うん、動かないね、うん。ご覧になった方はね、もう本当にその通りだと思っていただけると思うんですけど、うんうん、まあもともとだって始まるところからして、はい、もうアクションじゃないですか。そうですね。その路上生活者の方がまず最初にいきなり映ると。はい、はい 誰やねんこいつ」っていう人がまあおじいちゃんおじいちゃんみたいな汚らしい格好の人が映ってで画面の外からその食べてる何かをこうカーンって蹴っ飛ばされて画面の外からなんか動いて画面の人が中からやっと反応するみたいな結構まあたけしがあるあるだと思うんですけどファーストトカッかからそれややっっててまますすねで後ろから殴られたりとか引きずり回されたりとかして。 ただ殴られるとか、ただ意地悪されるとかじゃない、複雑な、複雑だけど、あ、本当に無計画に、路上生活者の人をいじめる少年たちってこうだろうな。はいはいはい。だって最初から、お前じゃあ最初に殴って、次俺がこう言ってとか、やんないでしょう。やってないね。計画性がないからね。っていうことをやっぱ、はっとさせられますよね。あ、こんなに適当なんだ。あ、日常の延長線ねみたいなことですよね。で、動かなくなるまで、とりあえずやるんだ。はいはいはい。 ことそのあとの東 VS 清宏の戦いにもそういうところがあるわけですけどっちかが動かなくなるまでずっとやるみたいなそのダラダラ感ダラダラ感ですよねいい意味でのねアクションのキレじゃなくてダラダラ感それが終わったと思ったら少年たちが2人乗りしてるわけですよで後ろに乗ってる子がピョンって飛び降りてじゃあねって走ってるそこはんかもうルーティン化されてる子ですよね 走って多分40秒ぐらいのとこに住んでんでんでしょ遊びの帰り道ねもうしてる子。で結構綺麗なお家に住んでる子が入ってきてで同じカットのまんまたけしさんが画面の外からカットインしてねそこで初登場ですもんね初ですねねあとから初登場がほぼまあ斜め上の後ろ姿そうですだからこのあらすじ書きはちょっとある意味間違ってるというかそう見つめているはないです見つめてなきゃついてこれないから見つめてはいたんだろうけど映ってないよね でも、少年のチャリのスピードに、彼があのゆっくりした歩きで、ついてこれてるのも、まあちょっとマジックじゃないですか。で、まあ入ってきて。嘘ついてるよね、あそこがね,ね。で、ドアガチャって、お母さんが開けたら、はい、まず警察手帳見せるじゃないですか、普通。うんうん、入って、ドア閉めてから警察手帳見せるじゃん。はい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 。嘘 <laughs> みたいな感じ。うわ、もう嫌だ。嫌だよね。うん、もうこの人の、うん なす通りにするしかないんだなっていうのがもうあの一瞬でわかる感じですねで「え何か?」って言ってお母さんがもう一回止めようとするんですけど「大丈夫ですか?」はいって言って「大丈夫じゃねえよ!」って言っ何が大丈夫なんだよ」はい、でそのドアのところになんか悪魔の仮面みたいな、はい「はいはい赤いね」なんかね <laughs> がかかってて「うん、うるせえなぁ」お母さんがコンコンってノックしてると思ったから「うるせえ」うん、ーって言われてるんだけど「コンコン」ってノックして「2回コンコン」 またノックしてて黙っる多分お母さんがしないアプローチなんですよねそうだね息子の名前呼ぶとかねご飯できたわよご飯置いとくよここにとかだったら「うるさい」とか言って飽きないんだと思うんですけど何かあったなって多分思わせたんですよねでガチャって出てきてグッて入ってってそここまたあれかビンタビンタだねで「あのお前やっただろ」って言って明日警察の。 え、に来いと。仲間連れて来いっていう、もう一連の流れ。で、もう、この話が行く方向ももう全部指し示されてますよね。そうだね。もうなんなら、千代広出てこなくてもいいぐらい。もう、その、そこまでで、その男凶暴につきというタイトルの説明はもう終わっている。全部言っちゃってるからね。そう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 。やり口が全部わかる。そう、最初にもう全部ネタバレしてるみたいなぐらい素晴らしい入り口だなまあ、手の内は明かしますよね。で、次昼になってますね。で、 え、あの橋ですね。はいはいはい。丸い橋があって。なんか船になんかいろんなゴミ投げる子供たちが。その子供たちがカンカンとかを投げてて、船頭さんは迷惑してるっぽいんだが、子供たちがわーって逃げた後に、その地平線を、東京で地平線を取れるっていうことがまずびっくりした。橋のね。橋のね、こうたわんでる向こうから、たけしさんがゆっくり、でん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 、でんんって歩いてくれて、この人は、 ゆっくり歩く人だし、<laughs> 少年犯罪には厳しいけど、うん、まあ別に子供だったら別にいいと思ってるぐらいの、そこもわかるもんね、あそこでね。なんとなくモラルの基準みたいなのも、うん、まあなんとなくわかる。そうだっていうね。あそこまで。 が、もう本当めっちゃ好きですね。いや、あの、もうめちゃくちゃ良くて。やっぱりその、まあ、散々言われてますけど、説明嫌いじゃないうん。さん自身が。ねっで、その説明しないことの面白さもそうだし、だけどその不親切ではないじゃないうん。あの、見てればわかるっていう。めちゃくちゃ親切。で、その、やっぱ、毎回その最初のシークエンスに入るたびに、あれこれ、どこの誰だろうとか、そうそう。何が起きてんだろうって最初わかんないんだけど、2歩後からわかるっていう。そう。 だその警察ステーションの下りもそうだし、うん、子供が入ってって、な、何がやりたかったのかは、ちゃんと見てればわかるよっていう、うん、あのー、だからそういう実はちゃんとその、遅れてだけど、わかるように構造がなってるところが、やっぱこ、見てるこっちも、うん、え、な、何が起きるんだろうって、あの、まあ、ま、 ベタなさ、うん、割とこう、トレーニングデい,いじゃないけど、刑事、はい、バディものじゃん、ジャンルで言っちゃえばね、割り切っちゃえるんだけど、あの、ずっと見てなきゃいけない集中力みたいなのがいることの良さがやっぱすごいあるなって思いますよね。あいや、本当にそうですね。<う>だから、多分、その、この後に子供を殴るやつなんだから、はい、ドアの外で警察手帳を見せないでしょ っってていうう順番でで作ってると思うんですよねだからそのキャラクターを決めてその後に何させるか決めた後に逆算をして元のキャラクター描写のところに立ち返って描写をちゃんとするっていうでそれは描写するために時間を取るのではなく警察手帳見せてからドアの中入っても、うん、ドアの中入ってから警察手帳見せても尺は別に変わってないらないからねなんならちょっと早くなってます多分ね <laughs> だからその説明をすることによって別に尺は増えないんだよなっていう感覚は ずっとありますね、多分、ね。そうだよね。無駄にはなってないからね、絶対ね。だからなんかそこがやっぱりすごく、たけし映画の一作目にして、すごく批評的だし、うん、実はその、本人はね、ご本人はその映画そんな見たことないみたいな言ってるけど、うんうん、お笑い的批評視点がすごい強くて、うんうん、今まであったもの、うん、俺らが映画で見てきたお決まりの、まあ説明カット、みたいなもの、はいえー いや、いわゆる記号的なこと。はい、これが出てきたってことはこういうことですよね。うん、っていう、やっぱリテラシーがこっちにあるじゃない、ね。うん、だからその、それを、あの、嫌って、切っちゃうか、うん、別のものの記号に塗り替えていくみたいな文法が、うん、やっぱちょっと面白すぎる。 もうそれは随所に多分。めちゃくちゃ。あの、見るたびに気づくぐらいな感じであって、まあめちゃくちゃ有名なのは、えさらにその次の、首から上が映ってない、右から左に歩いていくけしさんの、え絵っていうのが、まずまあ、怒られたっていうね、現場で怒られたんだけど、いや、これでいいんだって言って押し通したっていうところとか、あと、まあ普通にコメディーかな、これはと思うのは、あの、妹の、え男。 はい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 、あそこね。うん。を、部屋の中で見つけて、はい。その男は別に何も悪いことしてないのに、ずっと叩いたり蹴ったりしながら一緒に歩いていくところ。後ろの背中のカットね。そうそうそう。で、その後にバス停で、はい。バス待ちながらまたどつき続けるじゃないですか。うん。で、まあそこも全部面白いんですけど、うん。目の前で女子高生が、まあなんかウォークマンはい、聞いてるね。の、そう、でも、いや、乗りすぎだろっていうぐらい、その、 音楽に合わせて、こう、体を動かしてて、うんで、その時は多分まだ音楽聴いてるんだと思うんですでも、後ろであまりにも、えぇ、うん、何言ってんだよみたいな声が定期的に聞こえるから、はい、その音楽の向こうで、ちょっと罵声が、1回だと多分無視すると思うんですけど、3回ぐらい聞こえたんだと思うんですよ。で、音を下げるわけじゃないんだけど、ちょっと振り向くみたいな、うんうん、すっげ細かいけど、細かいね、ちょっと面白くて、で、さらにその後、バスが来て、はい、で、バス バスで二人が隠れるんですよね。で、その時にバスが行っちゃって、他の乗客は全員乗ってるのに、二人だけ残ってる。はい。っていうところとか、あれ、普通だったらと思うと、次バスの中のシーンになると絶対いや、絶対そうだと思うんですね。けど、バスが行っちゃった後に、その列を進むでもなく、同じ位置に二人がいるっていう。はいはいはい。めちゃくちゃボケですよそうだね。そうそうそう。めちゃくちゃボケてると。これ見よがしの、相当これ見よがしのボケなんだけど、トーンが抑えられてるから、 なんか、受けてるとか滑ってるとかもあんま思わない。そうだよね。だから、その、コメディ的なんだけども、みんなが想像するコメディタッチみたいな映画にはなってないし、笑ってくださいよ、ではない。撮りに行ってる感じじゃない。でも、後年割とそうなりますよね、なぜか。そう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 。最初の時は抑えられてるというか、だからね、菊次郎の夏とかのあたりまで行くと結構露骨にボケますみたいな感じなんだけど、あの、この段階ではそうじゃなくいいし、あとその、 ほら、パトカーのサイレンとかね。サイレンのところも、何鳴らしてんだバカ野郎みたいな。こっちの居場所を教えてるのもんじゃねえかみたいな。確かに刑事ドラマを見てて鳴らしてるけど、言われてみればそうかみたいな。そうね。まっとな注意ですもんね。そうそう。ここもすごく、たけし視点な感じがすごいするし。あとなんかびっくりしたのはなんかその、途中でほら、漁港、はい、港のとこに事件が起きて行くじゃん。はい、あそこ死体とか映んないよね。あー、そうでしたっけ。なんか死体映んないで帰るんだよね。そうでしたっけ。あの、そうなんか、 一万円貸してで終わんのよ。はい,はいはいはい。何それって思ったやそういうのあるよな。<laughs> そうなんか、でも、そのお、まあどうなんだろう。俺らはある程度ね、まあ僕らほど映画見てなくても、はい、なんとなくその電話があって現場に駆けつけたらさ、鑑識、うん、がブルーシート敷いてて、うんうん、でこう指紋取ったりとかして。うん、写真撮ったりとかね。そうそうそう。うん、でどんな状況だとかで白手しながら聞くみたいなものが、もう当たり前のように形成されちゃうんだけど、うん、みんな、それはもう想像でいけるでしょみたいな。いらないもん いらない。だから、それをやっぱやる。その省いて。一 1>,、うん、1万円貸してでそのシェークンスを終わらせるっていうのが。ボケでもありますしね。ボケでもある。やらないっていうところが。いやいや、そのぐりして金借りに来たんかい。そうそうそう,そう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 。っていうボケでもあるけど、うん、何しに来たんすかみたいなのはないですもんね。うんうん、ない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 ,ないそう突っ込ませないんだよな。ちょっと困るぐらいな。1> うん、い1万円っすかみたいな。困るぐらいで抑えてるところとか。やっぱそういうところがこう。そうなんだよな。んか、ボケでもあるし、 その劇中での意味もめっちゃあるっていうのが多分全部そこはなんかルールだと思うんですよねこの時点でのたけしさんのルールだと思うんですよね多分だから「所長に呼ばれてるぞお前」って言われてずっと新聞読んで動かない行かないとこねで新聞取り上げられて行くみたいな子供みたいな感じですけどあれってボケでもあるけどでも人物描写にも完全になってるしなんかどこか彼が動物的であるっていうことにも表現としてひも付いてると思うんですよ。なんか 家畜が一回鞭打っているだけじゃ動かないけど、うん、星草を取り上げたら動くとかあるじゃないですか、多分、はい。<laughs> <laughs> なんか、<laughs> こいつ何なのかなみたいな。言葉通じてんのかなって思わせるピリッと感、もやっと感みたいなのが、ボケなのに機能してるっていうのがそうだよね。だからそれが多分その、あの役柄自体、うん、竹下が言った刑事の役柄自体が、 そういうヘンテコな人というか、うん、だからそのほら、車の中でさ、なんで刑事になったんですかって聞かれて、はいはい、え、友人の紹介、とか言って、ハゲスさんの口調でね、言う感じとかは、やっぱりその、あの映画の大枠がコメディーですじゃなくて、うん、中のこの人間がそういうちょっと適当な部分があったりとかっていうので、ですねうん、前半そう聞かせてて、うん、で、やっぱり、それでいいなって思ったら、平泉聖さんが死んで以降、うん、ちょっと変わるじゃない、うん、冗談言わなくなるというか、 あそれもあるし、うん、あと、まあ、妹が、まあ、もっていうのもありますよね、あももそねうん。なんか、そこが、こう、振りが効いてるというか、うん、こういう人、だから、その、たけしさんの映画ってさ、登場人物がね、うん、その、平泉聖がさんが殺されましたってなった時に、くさ、うん、ーみたいな、ロッカーで八つ当たりするとか、うん、フロアでめっちゃ叫んで、うん、犯人は誰だみたいなことを、うん やりかねないじゃん。その日本映画って別に。うんはい、で、その、落ち私さんとか、ね、そ,うそ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 う。小栗旬さんでもいいし。んとかね。でもやっぱそうじゃなくて、たけし映画の中の北のビートたけしって、うん、やっぱり、こう、僕帰りますとか言って、途中で帰っちゃうみたいなことで表せる。<laughs> あ、かるわ。<laughs> うん、で、引き算なんだよね、基本的に。それが、あのー、 だ、だと、だとしても、え、身長の変化が分かんないとはならない。で、それやっぱり前半で割と、こう、抜けた、ふざけたやつだなっていうのが、聞かせれてるから引き算が通じてる感じあ確かにそうだね。すごい上手いなって感じしますよね。で、二段階ですもんね。そうそうそう。の、信頼してた人の死っていうのと、妹が巻き込まれて、今どうなってるかまさにわからないっていう。で、妹が巻き込まれた後も、こう、下町をこう、こう、駆けずり回るじゃないですか。でも歩いてる。 ああいうこうなんか自分のペースは守るっていう走り回ってるとかみたいな汗かいてね。のもあるけどいや走ることによるその操作の進展ってあんまなくないみたいなむしろ目立っちゃって良くなくない汗かいたりして人間は歩いた方が長距離歩ける移動できるって言うしとかってやっぱ結構思うじゃないですか聞き込みの走り回ってるのとか見たりするとやっぱ歩き回ってるのがやっぱリアルだな。 そうだよね。思いますしね。うんだそこは表現に対してのひだ作品を通して批評してる感じがすごい見て取れるなって感じはしますよね。やっぱベースがボケでもあるし攻撃でもあるし批評でもあるしっていうのがまあお笑いにも通ずるところだし演出にも通ずるところだしっていうのはまあ散々こせられてきた論説だとは思うけど明らかにやっぱ今見て今見れば見るほど思いますよね。そうだよね。で今もまだそこを勇気持ってできる。 日本映画の作り手はあんま出てきてないですね。実はね。うん、だからその刑事ドラマって大きなジャンルで言えばさ、カウンターだったのが踊る大捜査線だったりするわけじゃないあれはちょっとコメディ寄りにしてたというか、はい、パトカーは書類出さないと使えませんよみたいな。うん、だそれはそのサラリーマン社会っていうのと、うん、その警察社会っていうのを重ね合わせるっていう、うん、まあどちらかというと脚本のをっていう、うん、こうそうですけどね。 北の映画に関してはもうちょっと大枠でちゃんと批評性があるというか、うん。まあ、ワンカットワンシーンに批評性があるっていう。うん、うプロット自体には批評性はないですからね、少なくとも。その男に関してはそうそうそう。そう。だから、やっぱこれはあのね、あの、後から。 あの、深作さんが降りたから、ちょっとやってみようかなって言って、はいうん、もちろん脚本手直しはね、たけしさんしてるけども、要はもともとベース01の部分は他人が作ってるものだから、うん、だからそこは、あのー、本的にそういうたけし批評みたいなのがあるかっていうと、そうじゃないはずなんだけど、でもその、もともと誰かが書いた脚本だ,だったとしても、うん、やっぱたけしさんがやると、たけしの映画にちゃんとなってるっていうのが、やっぱこれは映画監督が作家性、 っていうものを出す時の、やっぱこう意味合いというかね。そう、それはすごい強いなって感じしますよね。確かにその、たけしさんの作品、北の映画で、その後やっぱり大衆にこう受け入れられた作品って、座頭域であったりとか、まあ、えっと、まあ、アウトレイジも、こう、ヤクザものっていう、人間の戦い、とかっていう、こう、ベースがあって、もの。そうだね。みたいな感じで、その、僕はたけしずすごい好きなんですけど、その自由に、自分。 のオリジナリティであった作品よりも、うん、やっぱりフォーマットがあるものの方が、うん、この楽しみ方があって、その上に武志味がついてる、ね、そうだね。うん、っていう方が、やっぱり一般的には楽しまれやすいところは、そうだね。明らかにあるかなと思いますよね。だ,ねうんうん、だし、その、人の脚本だからこそ自分の手癖が出る感じ。逆にね。縛りがある。だからプロットは変わってないから、うん、だからこそ、その、なんていうのかな、この人のその味みたいな、どこに出るんだろうっていうのが、より分かりやすくなってるっていうのはあるかもしれないね。うん でそのブチギレるタイミングその感情が爆発するタイミングっていうのが、はい、あの今回もトリガーとしてはっきりわかるところとして、うん、やっぱこうキチガい兄弟って言われてブチギレるじゃんはいいはいみたいな、うん、その一点でブチギレるけど、うん、切れる時にやっぱ泣き叫ぶとかじゃなくて、うんうん、もう暴力でしか切れないんだよ。そうだね。っていうのが 一貫してるし、し、てるる説得力あるし、うん、まあこの頃はフレッシュだったのかなって今見てもすごい思うしうでも逆に僕らは影響を与えたものを見過ぎていてああこの上から落とされそうになるところめちゃくちゃオールドボーイだなと <laughs> 思っちゃったりするけどオールドボーイが影響を受けてるんだよね、うん、多分ねっていう。うんうん もう逆に新しいのかどうかわかんないゾーンに行ってる部分もありますねそうだねもう多大な影響を与えすぎてるからねこれがね韓国映画とかにめっちゃ影響を与えてそれが現代の韓国映画好きの日本人の若手監督にまねされてとかっていう流れも僕はめっちゃある気がしてそれがくちの前も言ったけどちょっと逆輸入的なねところが非常にあるというよくあるなと思いますねそうですよねうんまああとキャラクターの話とかうちは後半にしましょうそうですねはい というわけで、えー、その男凶暴につきの、はいえー、前半でございました、はいえー。引き続きお楽しみいただければと思います。うん